俺はよく真面目だと言われる。この真面目というのは、いい意味にも悪い意味にも取れる。仕事の面では褒め言葉として使われがちだが、プライベートになると、この真面目という言葉は、つまらないとか、退屈という意味に変わるらしい。ある休日、俺は彼女をデートに誘った。しかし、これは今までのデートとは違う。俺は彼女にプロポーズをするつもりだったのだ。二人で映画を見て、いつもよりちょっと高級なレストランで食事をして、そして俺たちは近くの公園にあるベンチに座った。今日は大事な話がある。俺は勇気を出して言うと、彼女からは信じられない言葉が返ってきた。別れてほしい。ともみのこと知りたいんだろ？俺から情報買わないか？俺の名前は田村洋平。今年で28歳。学生時代から付き合っている彼女とも順調で、そろそろ結婚をすることも視野に入れている。俺は彼女を幸せにするために、早く仕事で一人前になりたいと、日々努力をしてきた。一家の大黒柱として、恥ずかしくない男になりたかったのだ。俺はその一心で、就職してから今まで、真面目に働いてきたこともあり、職場での俺の評価はそこそこ高かった。しかし、真面目すぎるがゆえ、面白みに欠けるという裏の評価もあったらしい。プライベートならまだわかるが、仕事をするのに面白みなんて必要だろうか。俺は自分の裏評価を知りながらも、気づいていないふりをして働き続けていた。そんなある日、職場では小さな変化があった。俺の直属の上司が異動することになったのだ。入社当初から俺の教育係として指導してくれていたその上司と離れ離れになるのは少し不安だった。そして新たに俺の上司となったのは社内でも有名な女性だった。上司の名前は山口智美。彼女は仕事ができることでも有名だったが、それだけでなく、とにかく美人という点でも社内や取引先で有名だった。しかし一点問題があった。彼女は決して笑うことのない上司だったのだ。周りの同僚も彼女が笑ったところを見たことがないという。そのせいで冷たい印象がどうしても拭えず、俺は勝手に彼女に苦手意識を持っていた。毎朝山口さんから無表情で挨拶を返されるのにも慣れてきた頃、俺に大事件が発生した。ある休日、俺は彼女をデートに誘った。しかし、これは今までのデートとは違う。俺は彼女にプロポーズをするつもりだったのだ。数日前からそのことで頭がいっぱいで、少々の不安もあったけど、俺は彼女なら受け入れてくれると確信していた。二人で映画を見て、いつもよりちょっと高級なレストランで食事をした。おそらくこの時点で彼女は察していたと思う。そして食事も終わり、俺たちは近くの公園にあるベンチに座った。今日は大事な話がある。俺は勇気を出して彼女に言った。すると彼女は、私もあなたに話があるの。と返してきた。俺はこの緊張から早く解放されたかったが、ひとまず彼女の話を先に聞くことにした。別れてほしい。予想もしていなかった突然の言葉に、俺の頭の中は真っ白になった。俺たちは滅多に喧嘩をすることもないし、これまで二人で順調に歩いてきたと思っていた。え？なんで？心当たりが何も見つからず、俺はサプライズかと思った。すると、彼女はベンチからすっと立ち上がり、俺を見下ろして。あなたは真面目すぎて、一緒にいても全然面白くないの。退屈なの。夜の静かな公園で、彼女からの容赦ない一言が俺に突き刺さった。公園を散歩している人も、ちらちらとこちらを見ている。ここで彼女を引きつけるような言葉がポンと出てくれば、まだチャンスはあったかもしれないが、俺にはそんな引き出しはなく、
そのまま黙ってしまった。こういうことの積み重ねが彼女を退屈にさせていたのだろう。そして彼女は最後に、さようなら、もうあなたとは会わない、そう言ってベンチに座る抜け殻のような俺を置いて去っていった。俺は父親から堅実に、そして真面目に生きていけば大丈夫だ、そう教えてもらっていた。面白みって一体何なんだ。俺はしばらくベンチから動けずに一人座っていると、突然背後から笑い声が聞こえてきた。俺は声の方を振り向くと、そこには笑わない上司の山口さんが大笑いをしていた。どうやらこれまでの一部始終を見られていたようだ。たった今部下が彼女に振られて傷ついているのに、それを見て大声で笑うだなんて、山口さんはそんなにもデリカシーのない人だったのか。これ以上ここにいたら悲しみや怒りなど様々な感情から泣き出してしまいそうだったので、俺は彼女を睨みつけ公園を後にした。次の月曜、俺はいつもの時間に起床したが、出社すれば山口さんと顔を合わせることになる。そんなことを考えると、普段の月曜日以上に会社に行く気が失せていった。仮病でも使ってやろうかと携帯を眺めるが、こういう時にでもずる休みしてはいけないと思ってしまうこの性格が、彼女と別れるきっかけになったのだろう。そして嘘をつく度胸もなかった俺はいつも通り出社した。当然山口さんも普段と変わらず冷たく無表情のままだった。結局この日は仕事に集中することができず残業することになった。そしてやっとのことで仕事が片付いた時には21時を過ぎていた。俺は後片付けをして帰る準備をしていると、同じく残業していた山口さんが突然俺に声をかけてきた。仕事が終わったならちょっと付き合ってもらってもいい？業務命令のような口調で言われたが、彼女と一緒に来たのは古そうな居酒屋で、そこで俺たちは食事をしながら少し飲むことにした。昨晩のことを何か言われるかもと思ったが、山口さんは特に何も触れてこなかった。ただあれを食べろこれを食べろと、まるで母親のように次々に食事を進めてきた。ある程度お腹も満たされ居酒屋を出ると、次はバーに誘われた。俺は言われるがままに彼女の行きつけのバーについて行った。そして山口さんは俺に尋ねてきた。あの彼女とはいつから付き合ってたの？ついに彼女は昨晩のことについて触れてきた。やっぱり山口さんだったんですか。昨日はいいものを見させてもらったわ。今日は全部吐き出しなさい。職場では決して笑うことがない山口さんだが、今隣に座って飲んでいる彼女の口角は上がっていた。そして俺は彼女との出会いや昨晩の話を山口さんにした。最初はニコニコと笑う程度だったが、俺が面白くなくて退屈だから振られたと締めくくると、彼女はやはり大笑いをした。こんな山口さんはかなりレアだと感じる反面、どうしてもバカにされているようにしか見えなかった。ちょっと笑いすぎじゃないですか。山口さんは涙を拭きながら、ごめんごめんと言いながらも笑いは止まらなかった。変な上司だと思いながらこの日は解散した。しかし俺は疑問だった。あんなに自然な笑顔だったのに、なぜ会社では無表情なのだろう。妙にそのことが気になった俺は、翌日から山口さんのことを知るために必死になっていた。しかし職場で山口さんのことを尋ねてみても、彼女のことを詳しく知る人は誰もいない。謎に包まれれば包まれるほど俺は彼女に興味が湧いてきた。俺の知っている彼女のプライベートはあのバーだけだ。あそこのマスターなら何かを知っているかもしれない。そう感じた俺はバーに通うようになっていた。しかし俺がマスターから彼女のことを聞き出そうとしても、
守秘義務があるとのことで門前払い。それでも俺は諦めずに何日も何日もバーに通い詰めていると、ある晩バーのカウンターで飲んでいた一人の男性が俺に声をかけてきた。ともみのこと知りたいんだろ？俺から情報買わないか？山口さんのことを呼び捨てにしているこの男性、とてもうさんくさかったが、山口さんの情報を得られるならと思い、山口さんのことを知ってるんですか？恐る恐る俺が尋ねると、その男性はにやりと笑い、パピーバンウィンクル15年を一杯で教えてやる。今思えばどうしてこんなに必死だったのかもわからないが、俺は彼の言う通り高価なウイスキーをおごった。そしてこの男性は山口さんの幼なじみだと名乗った。彼から山口さんの話を聞いていると、俺は彼女が笑わない理由を知った。山口さんには学生時代から付き合っている恋人がいた。この頃の山口さんはよく笑う人で、仲が良かった3人はいつも一緒に行動していたという。高校卒業後、山口さんと男性は大学に進学し、山口さんの彼氏はバイク便の配達員として働きながらお金を貯めていたらしい。そして3人が二十歳になった頃、悲劇は起きた。山口さんの彼はバイク便の配達途中に事故に巻き込まれて亡くなってしまったのだ。絶望のどん底に突き落とされた山口さんは涙が出ることもなく、その日から笑わなくなったという。でも僕、この前山口さんに爆笑されましたけどね。俺の言葉に男性は驚いていた。信じていない男性にマスターが先日の山口さんの様子を話してくれた。その成り行きで俺は彼女との別れ話をこの男性にもすることになり、話を終えるとこの男性も山口さんと同じように大爆笑していた。初対面の人にこんなにも爆笑されて、俺の表情が曇っていたせいか、いやごめんごめんと言いながら笑っていた。ともみが君と彼女のことを見て笑っていたのは、自分のことと重なったからだと思うよ。山口さんは亡くなった彼と付き合う前に一度振ったことがあるらしい。しかもその理由が真面目で面白くないからだったという。彼もそれを聞いてかなり落ち込んでいたらしい。その後に山口さんから告白をし直して、二人の交際が始まったそうだ。自分が仲間外れになった気分で寂しかったと男性は笑っていた。君はあいつに似てるんだと思うな。良くも悪くも真面目そうなところがね。バーで男性から話を聞いた翌日からは、山口さんの見え方が変わった。無表情で冷たい印象な彼女だが、さりげなく他の社員をフォローしていたり、女子社員からの相談事を親身になって聞いている。俺たちがストレスなく働けているのは、彼女が裏で努力してくれているからだと俺は気づいた。こうして俺の中で彼女の印象が上書きされていき、もう一度山口さんの笑顔が見たいと素直にそう思った。俺はどうしたら彼女がもう一度笑ってくれるだろうと、そのことばかりを考えるようになっていた。そして1ヶ月ほどが経った頃、山口さん、今晩飲みに行きませんか？俺は勇気を出して彼女を誘った。俺からの誘いが珍しいからか、彼女は俺のことを不思議そうに見つめ、いいよと言った。バカだと思われるかもしれないけど、俺はこの日のためにいろいろとネタを仕込んでいた。実は2週間ほど前からマジック教室に通っているのだ。俺は何としてでも彼女に笑ってほしかった。先日一緒に行った居酒屋で食事を済ませ、俺が彼女に豪快に振られた公園のベンチに2人で並んで座った。ねえ山口さん、見てて。俺はそう言って2週間みっちり練習したマジックを披露した。ポケットから花束を出し、その花束の中からは鳩のぬいぐるみが飛び出した。山口さんは突然始まったマジックショーに驚いている様子だった。
その後も次々と繰り出される手品に、俺たちのいるベンチの周りには人が集まり出した。そこにいた子供たちは喜んで笑ってくれていたが、山口さんが笑顔になることはなかった。すべてのマジックを披露し終えると、周りからは拍手と歓声が上がったが、山口さんはただ恥ずかしそうにしているだけだった。たまたま通りかかった人たちは、こんなに笑ってくれているのに、本当に俺が笑ってほしい山口さんは一切笑わない。俺はなんだか虚しくなってきた。父の言っていた通り、堅実にしていても、真面目に生きていても、失敗なことばかりじゃないか。どうしたらいいかわからなくなった俺の目からは、自然と涙が落ちていた。それを見た山口さんがびっくりして慌て出した。突然部下がマジックを披露し始め、終わった途端に泣き始めたのだから、びっくりしても無理はない。どうしたらよいかわからないのは、山口さんも同じだったようだ。どうして笑ってくれないんですか？耐えきれなくなった俺は山口さんに直接聞いてしまった。すると山口さんはようやく俺の行動を理解したようで、困った顔をしながら言った。あなたは私の知っている人にすごく似てるの。真面目で素直で仕事にも真剣で。でもね、あなたは彼じゃないの。私は彼がいないと笑えない。山口さんはそう言って俺の頭を優しく撫でてくれた。なんで？俺じゃダメなんですか？俺でもいいじゃないですか。子供が母親にお菓子をねだるように俺はダダをこねていた。そして山口さんは呆れた顔をしながらも泣いている俺を見て少しだけ笑った。やっぱりダメかな。俺はその言葉を聞いてがっくりと肩を落とした。このベンチで二度目の失恋をしたのだ。今はね。だからさ、もっと田村君のことを教えてよ。そう言って山口さんは笑顔になった。こうして俺と山口さんが食事する頻度は増え、ついに俺たちの交際が始まった。数年が経ち、今俺の目の前には純白のウェディングドレスを着た山口さんがいる。学生服姿の3人が満面の笑みで写っている写真を眺める。彼女の横顔は穏やかだった。懐かしい日々を思い出しているのだろうか。ともちゃん、俺絶対に幸せにするからね。すると山口さんは俺の目を見つめ、私を一人にしないでね。彼女の穏やかな笑顔につられて、俺も自然と笑顔になった。やっとのことで取り戻した彼女の笑顔。俺はこの笑顔を二度となくさないように、彼女のことを守ることを誓った。俺の手に重なった彼女の手の薬指には、亡くなった彼からもらった指輪がはまっている。俺は今日、その上に指輪をはめた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。